して一方チャンピオンチームの入場であります。おなじみのマッチョドラゴン藤波辰巳のテーマに乗せまして藤波木村の入場です。さあピンコが当たります。カクテル光線に照らし出されて今チャンピオンチームが入ってまいります。ドラマチックな入場シーンであります。さあ人垣ができた入場の花道を今颯爽と入ってまいります。若手の先導によりまして木村健吾藤波辰巳ニューガウンで入ってまいりました。新日ニューリーダー藤波と木村あえて式の興行を図るためにニューガウンに衣替えいたしました。早くもファンに人気沸騰でありますあの藤波と木村のガウン。いよいよメインイベント IWGP タッグ選手権の幕開けであります。丸型のこの IWGP の剣あるベルト、これが腰に巻かれてキラキラと光っています。閃光を放っているかのようであります。藤波と木村のベルト今腰から一時ベルトが外されました。一時コミッショナーに返還されます。今コミッショナーの事務局長に一時返還されましてそのベルトの確認がチャレンジャーに行われております。山本さん、はい、なかなかチャレンジャーチーム予想されていたこととはいえ、はい、何か余裕がありますね。そうですね、はい、彼たちもですね、テキサスで本当に超一流の選手ですし、はい、チャンピオンのベルトを持ってますから、そこら辺のところに余裕がありますよ。俺たちはチャレンジャーじゃないよと、俺たちこそ本当にチャンピオンだよっていうのを、ね、大体そういう見せてますね。テリー・ファン・エリックがコールされました。そしてお兄さんのテリー・ファン・エリック、 US エクスプレスと言われますエリック・ブラザース。そして一方新日ニューリーダー、まずは稲妻選手木村健吾であります。そしてマッチョドラゴン藤波辰巳がコールされました。さあバックの取り合いだ。藤波が左のリストを取っている。さあバックを伺ったがまた目まぐるしく体を入れ替えていきます。ベリー・フォン・エリックもなかなかのスピードを持っています。昨年の10月藤波・木村組が WWF インタータッグタイトルを返上する以前にそのタイトルをかけて両チーム、この両チームが初めて激突したわけであります札幌大会。あえてチャンピオンチームこの藤波と木村は防衛はしても大奇跡を強いられたわけであります。おそらくタッグ史上最大の敵でありましょう。このエリック・ブラザース、さあ藤波が攻め込んでパンチ攻撃からスリーパーホールドに取っていきます。山本さん、はい、スピード、パワー、テクニックと三拍子揃った申し分のなさ、はい、まあ言ってみれば両方ともにこのチーム本当にタイプが似ているだけに、はい、先にペースを掴んだやつが勝ちという感がありますね。あります、本当にもうどこ見てもですねタイプ似てますよね、はい、そうですね。スピードも、ね、もちろん浸透しますよ、ね、力も浸透してますね、はい、お互いにですねちょっと勝るっていうかも、ね、その後テクニックったら、ね、僕は藤波選手の方があると思うんですよね。あ、なるほど。そこだからおそらく互角ですよ。そこら辺と面白いと思うんですよね。なるほど。これはおそらくね、古田さんね、はい、これから何年、3年、4年、5年続くかもしれません、はい、このタッグはですね、永遠とのおかしいですね、3年、4年続くでしょうね。勝ったり負けたりするでしょうね。そういうことが言えるかもしれません。さあ、両足を取っておりましたデスロックに移行した。さあ、レッグロックから何があるか、木村健吾であります。両足を交差させています、木村健吾。スピード&テクニックの攻防戦ということが言えるでありましょう。双方ともに非常にチームとしてはタイプが似ております。それだけに戦いづらいという部分もあります。さらにはまた先ほども言いましたように先にペースをつかんだ方が勝ちというそういったパターンもあるわけであります。さあ木村が冷静に藤波にスイッチ。さあ藤波が足を取って白いロングサイズのリングシューズをつけております。ベリーフォン・エリックの足をたらまっとしています。この体勢からフィギュア4レッグロックがあるわけでありますがあえて一方の左の足を決めています。レッグロックで取っています。藤波辰巳であります。東方の君に決めています。藤波辰巳。さあお兄さんとケビンの中に入った。藤波辰巳返す方で今度はケビンに向かっていった。背後から女優着戦で忍び寄るのはケリーだ。さあ髪の毛を振り乱してまるで人形のその髪の毛のように一発を束にしている。それを振り乱しているケリー・フォン・エリックであります。軽々と藤波辰巳を場外に放り投げた。この辺のパワーを見せところ早くもケビンが勝ち起こったように諸手を挙げている。藤波木村ちょっと本当恐れてしまいました。この辺のリング上のポーズは実に心にくい。チャレンジャーらしからぬ動きが見えています。エリック・ブラザース US エクスプレス。あのケリーがちょっと悲しみましたかね。あ、そうですか。ちょっと右の足つぶってますか、大丈夫ですかね、ちょっと悲しい踏んだみたいな感じしますね。まあ両膝に当てられているサポーターはですね、はい、これは不調ではないと思うんですが違います、さあロープに送った。体を入れ替える。右の膝をぶち当てた。
自爆でやります。重力振ってしまいました。ニュートラルコーナーのマットに下高を防いでしまいました。さあ藤波引くことチャンスとばかりに、これをきっかけにして一気に攻め込んでいくことができるでありましょうか。さあ飛んだ、これはお得意の連携プレーであります。ヘリーに対して向かってきた木村健吾、そして足を畳んでいく右側方レッグロックの体勢だ。さあガキッと引くした、これはどうですか。そうですね、足が木村選手の左足ですね、あれももの下に行けばいいんですけどね、さあ今度はケビンがフォローに入ります。ヘリー・フォン・エリックを木村健吾がきっと己の陣営本陣に近いところで攻め込んでいます。あえて敵地に近いところではなく自分の陣営サイドでやるということが非常に有利であります。テキサス三兄弟のこのエリックブラザーズ、特にこのケビン・フォン・エリックは出色のものがあります。既成室のレスラーであります。あえてこのケビンはいつか世界を制する男と言われておりますが、そのケビンに対して足を交差させてサソリが止めに持っていくか、いや変更して何があるか、フィギュア4レッグロックの体勢に持っていきました。さあなんとかあの殿下の宝刀お家芸アイアンクローを繰り出すチャンスを狙っていることでやりましょう。虎視眈々でやりましょう。さあ右の手のひらが何か不気味に動いています。さあ己の手のひら、あえて自分の手相を見るかな、おっと膝にぶち込んでいった。肉体エイリアンと言われます。手のひらだけが別個の生命体と言われます。恐るべきエリック家に代々伝わるこの鉄の爪アイアンクロー、手のひらエイリアン、これが右の膝、藤波の右の膝、これにはフィギュア4レッグロック効力発さないですね。そうですね、逆に同じ技返しましたね。そうですね、膝考えてください。あのね、いくらね、スパンが32も33もあってるんですよ、はい、あの膝をですね苦労してですね、藤波選手がやっぱり力が緩んでしまったところちょっと考えられないんですよね。そうですね、まあそしてですね、はい、まあ、今シリーズ中盤で藤波辰巳はあえて掟破りの逆苦労宣言をいたしまして、はい、先に待ってやるという、はい、その会見を挙げた藤波なんですが、はい、なかなか難しいでしょうね。まあ難しいと思いますけどね、はい、やはり一発は出してもいいんじゃないですか。なるほど、相手に威嚇っていうんですかね、脅かしにですねやってもいいと、聞かなくてもいいんですよ。なるほど、相手はひょっとびっくりするでしょう。肉体的なダメージよりは、まあ、本当に心理的に揺さぶりをかけるということですよね、はいはい、そうですね。さあケリー・フォン・エリック、先ほど攻め込まれたその同じ技ウィギアン砲レッグロックで切り返していきました。5年はアイアンクローというその殿下の本当を切り札を持っているだけに余裕の展開でやりましょうか。藤波の左の左に照準を絞って今エルボーを落としていきましたケリー・フォン・エリックであります。さあここら辺りで藤波辰巳体勢を立て直さないと実に苦しいものがあります。さあ今度はケビンにつなぎました。まあケリーもケビンも両方ともに、はい、ほぼ同格のアイアンクローを持っているだけに怖いですよね。そうですね、一方だけ用心すればいいということではないですからね。ほとんど同じスパンになってますからね。そうですね、そして山本さんが今シリーズ最初に指摘しているように、まあ、藤波にしても、はい、ややレスラーにしては顔が小さめということで、はい、まあ、ガキッと決まりやすいという素性もあるわけですよね。そうですね、木村選手もどちらかというと小さいですね、ということですね、やっぱり決まりやすいんですよね。なるほど、まあ、普通の人に比べるとこれは大きいんですが、はい、まあ、レスラーのアベレージから言うとちょっと小さめということが言えますからね。そういうこと言えます。はい、期待にあのアイアンクローが繰り出されますと、これはがぜん藤波木村サイドに危険信号が灯ってしまいます。青みが垂れ込めてしまいます。それをなんとか防ぐ意味でも非常に警戒警報を発令しておかなくてはいけないわけでありますが、なかなかままなりません。突如あらゆるところからあらゆる角度からあの膝への攻撃のようにあの手のひらエイリアンが襲ってくるかも分かりません。その辺の防御策はなかなかパーフェクトというわけにはいかないわけであります。それから山本さん、はい、まあ、タイプとして非常に似ている双方のチームなんですが、はい、まあ、違った見方で考えますとですね、まあ、エリックは非常にこのエリートというかサラブレッドですよね、はい、まあ、そして一方のチャンピオンチームの方はですね、まあ、プロレスラーとして歩んできた道を考えると、はい、雑草のごときたくましさがあるので、それに期待したい感じもあるんですかね。さあロープに当たった混戦模様だ。まずはケビンに乗っていった藤波辰巳、ケリーが木村を攻め込むが、レフリーのチェックが入る。古田さん、はい、やはりケリーもケビンですね、すごい気の強さというのを見せましたね今、まあ、私の見方としてはですね、はい、雑草とサラブレッドという見方があったんですが、はい、まあ、サラブレッドといえども根性を座ってますね。そうですね、これスパートだとですね、やはりもちろんサラブレッドだからって走るかって不安じゃないですね、やはりそこには練習しなきゃいけない、そこにはやっぱりガッツなきゃいけないってことですね。それをこの人たちは持ってますね。ダブルアームスープレックスの体勢に取りました。
木村健吾であります。レヴィン・ヘンデリックの素足が一瞬空中に弧を描いたようであります。天空高く舞い上がった素足、さあ仕掛けながらロープに送るショルダータックル、ケリーに比べますとケビンの方が細身であります。さあ戦うスルメ&フィットネスです。戦うスルメ&フィットネスから繰り出されるドロップキック、ケビン、これは恐ろしい、転び切ってしまいました。木村健吾も飛び道具の使い手でやりますが先に切ってしまいました。木村健吾もドロップキックを防ぎにしておいて、そしてあの一撃必殺稲妻でクラリアート、これを繰り出していきたいところでやりますが、なかなかそのチャンスは伺えないわけであります。さあ藤波ドロップキック、これは完全に空を切ってしまった。藤波の顔面を襲ったケリー・ファン・エリック、まさに顔面つかみ取り。ケビンが今度は鉄柱攻撃、藤波の額を襲った、突然襲った顔面つかみ取り攻撃、あのアイアンクロー炸裂、視界ながらようやく外れた。さあどうだ、さあどうだ、一瞬敵陣深く攻め込んでいたかに見えたチャンピオンチーム、おっと逆、逆アイアンクローだ、起きて破りの逆クロー、あの起きて破りの逆クロー宣言を渡した。さあこれでは相打ちになるぞ、お互いに傷が残る相打ちだ。藤浪も必死にアイアンクロー逆クローをかけている、そこにまたまた逆クロー、ああ藤浪の手が離れた、やはり同じ、おっと放送席古田さん、はい、リング上でもですね、アイアンクローが使ってます、はい、しかもですね、先ほど鉄柱に頭をぶつけまして木村選手が今額をかっくり割っているところなんですね。あ、そうですね、ここに追い打ちをかけるようにクローががっちりと決まっております、はい、先ほど放送席サイドの場外乱戦鉄柱攻撃、額を割ったという今リポートが入りました。小林さん、はい、しかしね、このケビンも力ありますね、そのなんですか、握力強いですね。そうですね、ということですね、木村選手は外に出たんですね、エドラにいたのですね、掴んだまま中に入れてしまったんですよね。あ、なるほど、はい、強引ですね、はい、ということで握力なかったら引っ張ってこれませんからね。そうですね、はい、さあ仕掛けながらまたしても足を引っ張った、さあケビンが木村の足を引っ張った、一方ケリーと藤浪が揉み合っている。さあ場外乱戦、場外乱戦、4人が入り乱れている、2カ所に分かれて戦いを展開している。さあこれ以上敵陣深く攻め込みますと両者ともにこれはリングアウトになってしまいます。さあ場外フェンスに打ちつけて、そして鉄柱攻撃から今度は場外フェンスが落ち着けてナックルパート、ざっくりと割れた木村の額に対して徹底したケビンの攻撃であります。レフリーのカウントが入っている。さあ髪の毛をむずっと掴んで使いながら木村が体を入れ替えた。藤浪とケリーがやり合っている。さあ先に入った、先に入った、木村が先に入った、木村が先に入った、ここでガンが打ち鳴らされた、ここでガンが打ち鳴らされました。これ木村に権利があったわけですよね。そういうことです。ですから一瞬早くギリギリのところで生還した、はい、木村サイド、はい、つまりチャンピオンチームに外観がありましたね。これはね、ケビンが、ね、ちょっと暴走しましたね。あーはー、はい、最後のね、最後の締めと思って追い打ちをしてね、あの鉄柱にぶつけるしは、木村選手うまくねですね、すっぽ抜かした、はい、まあ、そこでですね、逆に食ってしまった。その時の完投がですね、18-19だったでしょう、はい、うまく木村選手が乗りました。そうですね、これはですね、木村選手もさることなら、まあ、ケビンが暴走したってことですね。なるほど、まあそして一方ケリーの方は藤浪を捕まえて完全に木村と藤浪を分断しておいて、はい、ケビンにですね、お兄さんに木村を任せて、はい、アイアンクローで仕留めてもらおうという、はい、そういった青写真があったんでしょうが、そうですね、この図式が崩れたということですね。そうですね、ということですね、はい、お互いにですね、コンビネーションいいですけど、木村選手と藤浪選手のですね、やはりですね、うまくこうあったっていう感じしますね。なるほど、はい。